日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。こんばんは。うん。よいしょ。みんな今日日曜日だよ、日曜日。明日からお仕事。あ、山田くんがいる。伊藤さとしさんのさ、アバター山田くんだよね。ちびまる子ちゃん。あ、そういう時間今。あ、今からじゃん。眠いからお休み、それはちょっと。ちょっと。来たばっかりでしょ？始めたばっかりやん。おやすみなさい。おはようグループ、おはよう。何？一番下の甥っ子とたこ焼き食べに行ってきますって。お、仮にたこ焼き買うかって。お、待ってます。待って、そちら山田くんじゃないわ。商店じゃないわ。泳げたい焼きくん知ってる。うん、知ってるね。確かに。でもさっき歌った部分しかわからん、逆に。うん、たい焼きくん。毎日暑い。毎日暑いよ。みんなも暑い？毎日暑い。ムシムシしてる。なんか本当に。そういう。危ないかもしれない。どんぐらいさ、歌ったらバンされる？ってかバンされたことある人おる？バンされたことある人っておるちゃうか。見たことある？バンされてる人。こんばんは。よいしょ。ドゥ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 。お疲れ様がーん。あれ？何も貼ってない。1分までは当たってもいい。あ、そんなルールあると？しないやった。2分以上、あ、1分以上経ったらバーされるってことね。泳げたい焼きくん最後に食べられてしまう悲しい結末。え？食べられるっちゃ。まあそうだよね、たい焼きやもんね、食べられるよね。鼻歌じゃなくて普通に歌っちゃう。ごめんなさい。サーのバンされたことはないです。ないです。本の中身見せたりゲーム画面見せたりする人がバンされてた。それ AKB のメンバー？メンバー？本の中身もいかんと。でも本は良くない？本もダメと？なんで本も？サッタンさん、ハートありがとう。コウイチさん、たい焼きくんありがとう。カズニさん、レインボースターありがとう。ドマさん、たい焼きくんありがとう。そういっちゃん。ドマさん、モナカありがとう。今日はモナカがスルッと出てきた。あ、表紙はいいっちゃん。中身はダメと？なんでダメやと？著作権みたいな感じ？著作権？そういうの？著作権の侵害みたいな感じ？どういうの？なんでダメやと？本は。まあ、ゲームはさ、まあわかるけどさ、いろいろバレちゃうから。チャレンジ先生。大丈夫。
まず本読まないので、チャレンジしませんよ、そんな怖いことを自らしようとは思いませぬ。仕事中やけどチラッと顔見に来た、嬉しい、ありがとう。こんばんは。なんか刺されちゃった、かゆい、くるぶしの隣がかゆい。何事も経験なんで、好きな歌思いっきり歌ってみな。ねえやだ、なんかこんな話しながらさ、自分がバンされたらなんかめっちゃ恥ずかしいじゃん。ひだやさんはバンされて喜んでた。なんでバンされたと、ひだやさん。めっちゃ痒い。なんで？くるぶしの真横。もう赤い。触りすぎて。なんでバンされたと？私まだバンされてる人見たことないかも。お疲れ様、マンゴー、マンゴー。リリ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 。サナは切れたの気づかなくてずっと配信してそう。まああるかもね、電波のせいかとか思ってそう。確かにそれはある。下着が見えそうだったか、そういうことか。まあ、それはでも正解だね、正解だね。え、わざとじゃなくてってこと？不意に？厳しいね、厳しい。みんな今日は何しましたか？薄着の季節は危険、確かに夏とかね、みんなご注意だ。そうね、でもすごいよね、こんないっぱいメンバーおるのにさ、ちゃんとチェックしてるっちゃね。しかも音ありで聞いてるってことやろ、すごいよ、苦労様です、本当に。すごい、でも感謝ですね、ちゃんと守ってくれて。家におった？おー、いいね、日曜日らしいわ。まあでも今梅雨だもんね。昼間の散歩めっちゃ暑かった。おー、結局いたっちゃ。今日は何分歩いたと？今日から長いお休みに入ります。え、なんで長いお休み？なんでなんでなんで？ゴールデンウィーク終わったやん。 AI、 あ、 AI が開始してんのか、そういうこと。宮崎暑かった、毎日暑い、毎日暑いよ。むし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 って感じ。こんばんは。ドゥルルン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 。え、ずっとごしお仕事頑張ったか、そんな休みある、すごいね、めっちゃいい仕事じゃん、いいね。長い休みって言っても何日休みあんの？今 AKB 劇場間違えて、何、ロビーが見してるってこと？ロビカンしてる。ロビカンって何？髪の毛が21時まで仕事大変だ。
図書館行って帰っただけやから多く30分ぐらいしか歩いてない。でも30分いいよ、いいと思う。すごい、ひなたさん図書館とか行くと、なんか図書館行くイメージなかったわ。本読むっちゃ。ちょっと待って、呼び出しなければ2ヶ月休める。待って待って、それなんかもう、どんな休みそれ。すごいね、すごい、2ヶ月も天国じゃん。2ヶ月のすると、2ヶ月、いいね、2ヶ月休み。何、どっか行ったりする？夏への準備期間、確かに確かに、この暑さね。2ヶ月の休みとかあるの？それ自ら休み取った？休ませてもらった？すごすぎる。そういう呼び出しあったら最悪やんね。サウナが出るときは絶対間違いない。そうだね、今日覚えて。行き方、図書館大好きやでって、本めっちゃ予約して借りる。すごっ。本読むといつも本読みよると、すごい偉いじゃん。だってお家でって半年お仕事してたから。待って、半年間毎日お仕事しようとったってこと？いっぱいお得しますって、いっぱいしてください。それは存分にいっぱいお仕事して、いっぱいお仕事して、仕事じゃなくてお仕事して。いいね、すごい。お家離れてってことやろ。すごすぎる、尊敬。尊敬する、すごすぎ。半年、すごいな。半年っていつから？12月ぐらい？ 1,2,3,4,5,6、 12月からじゃん。もっと前？ 11月後半ぐらい。それいつからって言ったっけ、アザッピさん。今日からか、すごい。そうなのね、本読まんよ。気づかなかったって怒るよ。12月からか。1,2,3,4,5,6、5ヶ月ちょっと。すごっ、2ヶ月も休み、存分に楽しんだよ。すごいね、2ヶ月毎日働いてたのかな。ね、いいね、2ヶ月の休みは。お疲れ様んごー。みんな2ヶ月休みあったら何する？2ヶ月休みあったら何する？他のことをしてて配信のこと気づかれた。ピエン。でもそれだけ集中してたっちゃね、すごい。私結構本読みます。嘘、アサッピさんが本当に？待って、お金を増やす方法みたいな本、そっち系。なるほどなるほど、ああそういうことね。なんかそういう系の本やったらなんか読み進められるよね、ちゃんと。わかる、旅行、やっぱ旅行か。
2ヶ月休みなら旅行。もうどこ行く？野球見にも行く。いいね。バイクで日本一周かっこいい。バイクで日本一周大変そうだけどかっこいいね。え、バイクでさ日本一周って何ヶ月何日ぐらいあったら行けるっちゃろうか。楽しみながらちゃんと行くだけじゃなくて、2ヶ月も休みだったらお金がいらない、入らないから、入らんから困る。そっかそっか。2ヶ月休みあってももう今と変わらんかも。空野の配信見て旅行行く。旅行する。どこ行くと？こんばんは。どこ行くと旅行？2ヶ月も休みなんかいらん。なんで？すごいね。でも偉い、そう思えるの。ずっと休みがいいじゃん。ねえ、そうのと心配。いろいろ落ち着いてきたから北海道に行く。北海道？北海道行きたい。じゃあ北海道連れてってよ、ついでに。連れてっていいね。北海道行きたいな。北海道とね、沖縄行ってみたい。あ、暇やから。なるほど。まあ暇だよね、2ヶ月も休みは。確かに、そんな休んだら。確かに確かに。なんか2ヶ月の休み終わってで、次仕事行くときにさ、めちゃめちゃなんか憂鬱になりそう。なんか、はあ、昨日まで2ヶ月も休みやったのにみたいな、なってしまいそう。え、連れててくれる？本当？行くね。優しい。国が旅行の補助始めそうやから、旅行行くためにワクチン打つか考えちゃう。なるほどね。そっか。2ヶ月休みやったら自営業の開業の準備をします。何開くと？何開業するの？すごい。2つ仕事してるってこと？あ、まだ始めてないか。そうよね、休み明けはやっぱしんどいよね。絶対しんどいって。だってさ、夏休みとかは、小学生の頃とか夏休み終わって始業式行くのめっちゃ嫌やったもん。疲れちゃうし。何、昭和カラオケクラブ？何昭和カラオケ、なんだろう。すごっ、カラオケ屋さん楽しそう。あ、だからボイトリ行ってるってこと？すごいね、それだったら。そういうこと？生きおるの、そういうこと？休みも長いからバイトもする？なんでバイト？スナックか、昭和カラオケスナック。でも2ヶ月休んだら仕事したいって、ああ思えるかな、逆に。いや、アルバイトもすると偉いね。偉いわ。短期アルバイトみたいな。短期アルバイト。こんばんは。すごい。店開くの、大変だろうな。すごいね。大学生みたいね。2ヶ月って。
仕事しの好きやん、めっちゃ好きやん、行きたくなるってすごい。ずっとし、ずっと何？ああ、ダラダラしてるとね、確かにね、そうだよね、確かにな。2ヶ月休んで1ヶ月働くくらいが楽しくていい。2ヶ月休んで1ヶ月働く、うん、2ヶ月休んでインターバルみたいな、インターバルみたいな感じそういうこと面白い。こんばんは。インターバルか。あと仕事するのにはマネが、あ、まあそうね、確かに遠征したりね。うん、秋風さん久しぶりじゃない、こんばんは、嬉しい。そっか、そうだよね。でも、それか週休6日で、週休6日ってさ、1日しか働いてないやん働く気ゼロ、ひでとさんまた勝ちするなら金が必要。うん、そうね。夕食後にコーラ飲んでるな。おお、コーラ好き、コーラ好き、コーラか、コーラあんま飲まないですね、私は。うん、働く気ゼロとは言ってないやん。だってさ、だってさ、普通に考えて週休6日がいいって言ってる人はもう仕事したくないでしょさすがに。それで仕事したいと思ってたらなんかすごい、逆にその一日をめっちゃ頑張るってこと。眠くなってきた。なんで、なんで早く何もしないでお金が入る方法を手に入れなきゃわさっぴさん、勉強だよ勉強。わさっぴさん、それは本読むしかないね。まあ本読まない私が言えることじゃないけど、本読みましょう、そのお金が増える本平均的な現代人が健康で文化的な生活をするのにちょうどいいのは、待って、平均的な現代人が健康で文化的な生活をするのにちょうどいいのは週4勤務、手取り30万すごいすごい明確、おもろい、面白いね。うちの喋り聞くと眠くなってきちゃう。やめてやめてやめて。かなり本読んだけど全然お金増えんマザッピさん、それ読んでる本の数が少ないから、あと10冊、あと10冊そういう感じの本読んでみたら、私読む気ゼロ。うん、お疲れ様ごこんばんは。うちにお金の本ある、みんなさみんな本から学ぼうとしてすごいね、偉いね。ちゃんとヒント見つかった
え、もっと読まないとなの？だって増えてないっちゃろ？増えんやったならまだ違う本読むしかないね。うん。それ以外方法がない。うん。お金空から降ってこんかな。え、降ってくるかも、かも、かも。まあ、願えば降ってきますよ、きっと。デイトレーダー、デイトレーダーってなん？本買うのにもお金いる。確かに。なんかお金増やしたいと思って本買っても増えんで、本買いすぎて逆に本で取られちゃうみたいなね、負のループしちゃう。最近本を読まなくなったので今日は1日本を読んでました。偉すぎ。何冊読んだとそれ。すごいね。えふちゃんの思い出はね、本の思い出は小学生の頃に本をたくさん借りて、毎日本を借りて、借りに行って、で借りた本って普通読むやんか。でも、まあ、読むときは読むっちゃけど、読みよったっちゃけど、まあ、大体本を毎日借りる割には本を読まずに返すっていうね。うん。最近本読んだ。偉っ。みんな偉いね。積み立てにさ始める。何それ、2万ページ？あ、間違えた、2000ページ。すごっ。字読むの嫌い。なんか本はさ眠くなるよね。確かに図書館で本借りても相性合わなくてすぐ返すことはある。そう、読まずに本返すの。そうそう、借りて重いじゃん。やっぱさ小学生ってさ本2冊とか借りるとめっちゃ重いのよ。で一生懸命頑張って持って帰ったのに読まずに次の日また持って行って返すみたいなね。多分本をね借りることが多分楽しかったんですよ。なんかさ本借りるのにバーコードピッてしてもらうやん、あれが好きでね。そう、ちっちゃい子ってさお買い物行ってピッてしてもらうの好きやん。そんな感じ。本読んで漢字覚えましょう。確かに言える。ただの筋トレ。そう、筋トレしてたわ。そうだよ。図書館のベランダで？待って、図書館のベランダでは昼寝してない。違う違う違う。それは教室の外で落ち葉をベッドにしてやってた。寝てた。友達と遊びでね。熟睡はしてないよ。そう。図書館に可愛い子がおって意味なく借りたことある。可愛い。それさあれ、毎日可愛い子がおる。来てるから毎日図書館に通うみたいな感じ。そうね、滑っちゃった。サザエさん始まったってことは30分だね。30分ですね。そう、うん、本はさすがに図書バッグに入れてたよ。そう、揺れたって地震？地震？大丈夫？
そう、懐かしい本のさ思い出。なんかね、私ハリーポッターとか絶対読まんのにハリーポッター借りてた、図書館で、あ、図書室で。そう、あのね、ハリーポッターってね、めっちゃ分厚いの、こんぐらい分厚くてでもなんかね、そのハリーポッターの本ってさ、分厚いからかっこいいじゃん、持ってると。もうちょっとかっこいいっていう意味で、私はそれかっこいいっていうだけでハリーポッターを借りて、あの、帰って朝の本読む読書の時間に読書の時間に本を開くんですよ読書の時間だから本絶対準備してないって先生に怒られるから、本を借りて、読まない本を無理やり借りて、開いてページを適当にめくって読んでるふりをしてましたそう、めっちゃ分厚いの。そう、なんかちょっとは読んだりするけど、でもやっぱ文字多いし、ほんのちょっとだけ読んで、あ、ほんのちょっとだけ読んで、ただただめくってただただめくって読んでるふりしながら、私は違うことを考えてましたそう、百科事典ぐらいでかめるのかな、こんな、そう、そうん、本借りて読むふり、朝の読書の時間に読むふりして違うこと考えてた違うこと考えちゃった本当に、うん、今日の昼休みは何して遊ぼうかなとか考えてたのかな、何考えてたかちょっとよく分からんけど考えよった。でも早く帰りたいなとか思ってたかな、分からん、何考えてたか本当に覚えちゃらんけど、なんかね、全然違うことばっか考えてたと思うよあ、給食確かに、朝から早く帰りたい、確かに昼休み楽しみにしてたかもねあ、でも本を読むのも好き、読むのが好きな時期もあったよ そう、できる子を演出、そういうことうん待って、そうなんて子供の頃から面白かったのねって、違うよ、なんかそう、読んでるふりでもしとかんと怒られるから、まあ怒られることだけは避けたいなって、本をとりあえずちゃんと、だってね、本準備してない時点で怒られるの、だからだったら準備してた方がマシやん。そう、読んでるか読んじゃらんかなんてさ、先生にバレんし、別に感想言うわけでもないし、ならいっかみたいな、でとりあえず本開いとけば怒られないから、本開いて読んでるふり しときながら、なんかさ、しかもさ、ずっとこうやってペラペラめくりよったらね、これ聞いて、パラパラめくりよるだけやったらさ、もう読んでない確定よ。だから私はちゃんとなんかこう周り見て、周りがさ、こうめくってさ、こう 何分か経ってまた読み終わってめくるわけやん、何秒かとかもしれんけど、ある程度同じページを開いといて、で他のこと考えちゃってまた開くみたいなちゃんと考えてるんですよそうそんなことやってましたよ私は。まあちゃんと読んでるときはちゃんと読んでよったけどね、興味のある本はうん、なんかちゃんと興味のある本のときはちゃんと読みよったよ、けど本当に別に読む気ないみたいな本はそうやってやってた。ハリーポッターとか違うこと絶対考えてたしうん、そう、
なんかお料理本とかやったらねちゃんと見よったけど、あこれ美味しそうやなとかとか、なんかあーなんかね電気の本なんかさ、カルピスのなんかあったりすんのよ。そういうのとか読んだりとか、あガンコちゃんとかめっちゃちゃんと読んでたわ。ザーザー森のガンコちゃん俺給食楽しみに学校行ってました。給食美味しいよね、小学校中学校って美味しいよね。配信見に来れたさやのちゃんありがとう。ハーフバースデーどうやった？あ電気ってね、あの右の方2つ目の方、うん、伝える記録の方、うん、うん記録、うんそっちか、うん読書感想文絶対書けないね。待って、読書感想文さ、ね、読書感想文ちょっと待って、読書感想文絶対書けないねってアサピさん言うけどさ、読書感想文一回ね、あったの。そう、一回あって、私読書感想文基本的に夏休みの宿題でさ、なんか選ぶやつあって、読書感想文とか絶対選ばん人やったから、でもね、なんかいつの日かね、読書感想文絶対みたいな時があったという、確か。そう、待って。もうサーノンが周りを見ながらページをめくるの想像してジャージャー笑えてくる。そうだよね、今日は旦那さんの誕生日だったかな、ごちそう続きだった、嬉しいね。そう、いや違う、あのね読書感想文は、読書感想文なんかのやつで書いてね、それはね最初にさ、あのなんか書いてあるやん、うーん、あらすじみたいな、あらすじをしっかり読んで、あらすじ何回も読んで、で最初の何ページかと最後らへんの何ページかをとりあえず読んで書いてました最低だよね、私本当に最低最低。読書感想文の時すごいね、よく読もうと思うね、ちゃんと。辛いよね読書感想文だってさ、夏休み遊びたいやん、なのに本読んで最低な小学生。待って小学生の頃じゃないのよそれは。違う、小学生の頃は違う、小学生の頃は読書感想文書いたことないと思う、中学校ぐらいかな本めくるだけなのに書けるんだ、それはそれです確かに、それで感想書いても先生には分かってたと思う。え、でも先生の思いはやったよ。いや、中学生かもしんない。なんか一回ね、読書感想文やったと思うけど、なんか書いたとよ、そう。周りのお休みながらページめくるの難しかった。で、感想書けば逆に表彰されてたかも、確かに。え、中学校ぐらいな気がするな。なんかいつか忘れたけど、とりあえずなんか一回書いた記憶があって、めっちゃだるって思いながらやってました。え、しかもさ、読書感想文ってさ、1、2枚じゃダメやん、確か。3枚ぐらい書かんというかんやん。多分、読書感想文書いた記憶あるとよね。すごいよね。短くていいなら前書きだけ読めばいける。うん、確かに。今時ネットで読書感想文調べて書き写すだけの出てきそう。あー、でもね、そういうのはちゃんと先生チェックしてるとよ。そう、後でね、そういう人は怒られてたから、私はちゃんとね、そういうの見らずに、うん、自分の勘ね、関東ちょっと読んでやってたので、まあいけたんですけれども、まあ私は決して写したりはしてないので、自分の頭で考えて書きましたよね。うんうんうん、読
書感想文もポスターも、すごい、偉いね。そう、感とちょっと読んで、全部は読んじゃうんけど、だからでもさ、先生がそれさ1から10まで全部読むわけやないやん、みんなの本を。絶対にバレない、絶対バレん、先生が読んだことある本じゃない限り絶対バレんから、うん、だからすごい偉いと思う、ちゃんとさ全部本読んで一冊感想書けるって、うん、だってさ本読んで感想とか別にある？ある？あるのかな？偉いね、みんな。そう考えたら私最低ですね、読書感想文に関しては。さあの想像得意やから今からでも小説家になれません。さあの画面で喋ってるのに後から声が聞こえてくる。嘘、本当に？何日かに分けて読んでるか分からなくなってくる。確かにこの配信先生見てたら泣いちゃう。見ないでください、今日だけは。ちゃんと本読んで感想書くの得意、すごい。なんかドラマ感想文が良かった。うん、原稿用紙で、待って待って、私原稿用紙で折り紙なんて始めません、大丈夫です。うまくまとめられんよね、わかる、わかるわかる。ドラマ感想文が良かったなってずっと思ってました私。うん、ドラマ感想文やったら書けるのにってね。だって本は読まんと感想とか書けんじゃん。そういうこと。宿題イライラして部屋で投げつけてた。ダメだよそれは、ちゃんと真面目にしなきゃ。うん、ちゃんと私は計画的にやってましたよ。でもね、ちょっとだけなんか最初の方にほぼ終わって、ちょっとだけ残しちゃってそれが最後の2日目ぐらいまであるみたいなのあった。最後の日にまとめてするタイプ、マジで。私は最初にバーッとやっちゃって遊んで、ちょっと残ってたのを最後らへんにするみたいな。最初はもうずっとかけて最初から最後までやってたけど、徐々に要領を覚えてみたいな。わかる、親にね、宿題終わったのって聞かれますよね。宿題やったの、終わったのとか、今日の分終わったとか聞かれますよね。わかるわかる、懐かしい。自分の子には計画的にやるようおすすめする、偉いね。私も最後に、休み最後に泣きながらやってた、かわいい。わさびさんが泣きながらやってたってかわいいね。テキストまでやらされるし、結構塾行ってる子いたし大変。提出しないパターン、すごい、バレるじゃん。工作ね、あったね。7月中に終わらすか、最後の3日間です。そうそうそう、なんか7月中と8月のなんか一桁台1から9の間くらいまでに
ある程度終わらせてみたいなね。みんな塾行くよね。あ、日記ね、一言日記やろ。一言日記だっけ、なんかあるよね毎日。それと絵日記みたいな。一言日記ね、一回書き忘れるともう10日ぐらいかかんでおるからめっちゃ大変だった。思い出しながら何日前の天気なんだっけってもみに聞いたりして、そう大変やった。でもちゃんと書いてたよ。やらないで済ませたこと大変。テキストは答え見てやってた。面白い。わかるかも。でもわからん、もう考えてもわからんとか見るしかないよね。確かに。なんかさ、小学校低学年とかはさ、やっぱりさ、ちゃんとやるじゃん。ちゃんとやるし、なんかちゃんと自分でやってこう丸つけてもらうじゃん、親に。そう、マミとかにね、丸つけてもらうやん。だからさ、やり直しとかもね、あったりねするよね。確かにね、ちゃんとしとけばよかったよね。わかる。みんなそんなもんなんだよきっと。うん、面白いよね。うんうん、わかる。今の塾行ってない。行ってないよ。絵とか8月31日から始めて間に合わないから、あられちゃん描いてたし、すごっ。逆にあられちゃん描けるすごいよ。うん、確かにね。勉強が嫌いにならないように教えなきゃいけないしね、難しいよね。うん、確かに大人になってからっていうか大きくなってから楽しいってなるよね、勉強とかって。面白い、ドヤ顔やね。ああ、中学の宿題とか答えついてるテキストとか赤ペンでそのまま書いたりして。ああ、でも偉いね、赤ペンでちゃんと書くの。偉い偉い。全部赤ペン、赤だらけってこと？でも偉い。鉛筆で書いてないの。京都からありがとう。で、小学生の頃はシャーペン使うのが憧れだった。シャーペンダメだったから、そう、めっちゃ憧れてました。早くシャーペン使えるようになりたいなって。だからロケット鉛筆とか使えるってもうめっちゃ嬉しかったし、でも学校ではロケット鉛筆ダメだしみたいなね。鉛筆じゃないとダメだった。しかも HB ダメみたいな、なんかあった気がする。薄いからダメみたいな。こんばんは。
かしさマンゴー。え、おいっ子くん、春休みで宿題出たと、すごい珍しくない？春休み私好きやった。春休みね、宿題出らんかった。宿題出らんくない？でも珍しいね、おいっ子くん。でも私も出た時は結局提出することなかったから、せんくてよかったやんって思いましたね。あと9分で7時、そろそろランキング読みたいと思います。じゃあ、図工と体育楽しいよね。真の濃さね、あったよね。して懐かしい。じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位はごっちゃん、ありがとう。12位はしの、ありがとう。11位はさったんさん、ありがとう。10位はピンク亀尾さん、ありがとう。9位はピンクのくまさん、ありがとう。8位はこういちさん、ありがとう。7位はひでとさん、ありがとう。6位はあくま広島県民さん、ありがとう。5位はわさっぴさん、ありがとう。4位は秋の子の山さん、ありがとう。3位はやす1983さん、ありがとう。2位はドマさん、ありがとう。そして1位はカズ兄さんでした。ありがとうございます。ちょっと話したら終わろうかな。ありがとうございました。やっぱ懐かしい話すると楽しいね。うん、楽しい。そう、何、9時半ぐらいが朝のこと。朝か。面白い。明日の朝はどうしようかな。サウナの配信時間経つの早すぎる。嬉しい、嬉しいね。サウナ文房具おしゃれなの持ってた。え、文房具ね、めちゃめちゃね、私揃えちゃった、いろいろ。なんか鉛筆はあれが好きやった。なんかね、いろいろあったの。なんかデザインがピンキーとかコアラのマーチとかマーブルとか、あとはキャラクターとかの鉛筆を見るたびに買って買ってって言って買ってもらったりとか、そうしてましたね。あ、消しゴムもめっちゃこだわりあったし、なんか消しゴムってさ、やっぱさ、消しやすさ重視、綺麗に消えるか大事じゃん。だからさ、まあ、最初は可愛い消しゴムを求めて買うっちゃけど、それがなんか硬くて消しづらいとか出てくるから、そう、なんか可愛さ重視だったのがなんか消しやすさ重視になったりとか。ペンギンズバーの缶ペン、何、ペンギンズバーって何？そうね、文房具も決まりあるのか。前より厳しい、もしかして厳しいね。とかなんか定規はなんかさ、やっぱ最初は15センチ定規使っちゃうけど、途中からあの30センチ定規に憧れ出すよね。小学生って憧れて使ってました。うん、懐かしいね。そう、めっちゃなんか筆箱さ、小学生って見せ合いっこするじゃん。なんか
友達の席に遊びに行ったら筆箱見せてとか言ってさ懐かしい、それが。で筆箱の中身全部出して、これかわいいねとか言って、小学生らしいね。え、下書き絵柄ダメ、え、嘘でしょ、柄なし。ペンは赤をもう一色、厳しいよ、厳しい。あ、でもペンの色はさ、なかったりしたかもしれん。うん、そんなにカラーペン使わんよねみたいなね。うん、下敷きね、懐かしいな。そう、下敷き30センチ定規、刀、確かに刀にする子おるね。危ないけど懐かしいな。鉛筆とかもずっと持っちょらんし、持ってても使わんよね、もう。難しいですね。じゃあそれではじゃんけんしましょうか。せーの、そらもんじゃんけん、じゃんけんぽい。ペンギンズバーってさ、ピングーとかじゃなくて、今日も見てくれてありがとう、みんな。チョキです。何分から始めたのか分かんないけど、何分から始めてます、私全然勝てんって。あ、ピングーじゃないと、ピングーだと思った。うん、イエイ。はーい、というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではまた明日は朝配信するかもしれません。はい、じゃあまた皆さん、明日会いましょう。明日会えたら、明日会えたら会いましょう。それではバイバイ、ありがとう。